練習なんですけど、太鼓を叩き始めたのは4月なんですけども、昨年度もあの昨年度の6年生この子たちが5年生の時に昨年度の6年生から少し教えてもらって、であの太鼓への憧れを持ってから4月からスタートということで練習を始めました。あのやっぱり太鼓を鳴らすことで、そうですね、まとまりが出てきたというか、あと音に対しての感覚がとても良くなってます。それからあの太鼓の演奏は下学年に聞かせたりすることもあるんですけども、そんな時にやっぱりあのすごいなっていう認められることで子どもたちの自信につながっている様子もありました。最後の速くなるところがとっても楽しいです。あの大太鼓だから手を 上に上げてなきゃいけないから、そこが辛いです。アフェは本当は、あの、あんまり選んではなかったんですけど、あのみんななんかやれるものがなくて私選んで、だけどだんだんやっていくうちに楽しかったり、なんかうまく吹けるとなんか嬉しかったりして、笛やってよかったなとは思いました。あの息の吹き方で笛の強弱、高いところと低いところになったりするので、そういう高いところと低いところを吹いたりとか、速さとかが あるので、それを太鼓に合わせたりするのを頑張ったりしています。